革命歴プレリアールの偶意がプレリアール22日法は革命期のフランスの法律。共和歴2年のプレリアール22日に制定されたことからこう呼ばれる。一方で恐怖政治を強化するものであったことから恐怖政治法とも呼ばれ、同様にプレリアールまたはプレリアールは革命歴の創月であることから創月法とも呼ばれる。この法律の概要は以下の通り。 この法律により、公安委員会は基礎、告発といった司法手続きを大きく単純化した。つまり、反革命的行為が発覚すれば、証拠がなくとも、陪審員の心証だけで有罪となり得るようになったのである。そして、有罪となると刑罰は死刑であった。法律により、革命裁判所の権限は拡大し、被告人が、 自ら身を守る能力は制限されることとなった。そして、革命の正義に抵触するものが増え、反革命の名のもとに恐怖政治はさらに加速した。一例として、パリ革命裁判所が死刑を宣告した人数は、裁判所設立の1793年4月6日から1794年6月10日までの約1年2ヶ月間に1251名であるのに、対して、 1794年6月10日からロベスピエール失脚の1794年7月27日までの1ヶ月半の間に1376名である。この法律のもとにおけるすべての罰則は死刑であった。そのため、性的を蹴落とすための清掃の道具としても利用され、実際に無実の罪でギロチン送りになった者も,も多かった。 反革命分子の粛清を求めるジョルジュ・クルトンによって提案され、マクシミリアン・ロベスピエールの指示を得て可決された。国内反乱の鎮圧と恐怖政治の強化を主張する左派及び極左派には歓迎されたが、国民公会議員の中道派の多くは、この法の制定に内心では反対であった。粛清が自分の身に降りかかるのを恐れていたのである。 この法律の制定から約2ヶ月後、一部の下、派遣議員がロベスピエール派の打倒に動くと、中道派がこれに強調。テルミドールのクーデターが勃発し、ロベスピエールが失脚した。新しく、権力を手にしたテルミドール派が、反動政治を行って、恐怖政治も終わりを迎える。同年8月1日をもって、正式に、プレリアール22日法は廃止された。 ありがとうございます。